どうも、虹色ライダーでございます。虹色映像始まりました。勝手にということでドライブトークで、今回はもしもシリーズいきたいと思います。もしもワンピースのキャラがお家に来るとしたら誰がいいかは、なんでこのもしもをやろうかと思ったかと言いますと、朝ごはん食べるときに娘がそれを言ってきまして、はい、前にもね言ってきたんだけど、今日また言ってきて、まあせっかくなんで採用しちゃいみたいな感じで喋ろうかなと思います。娘、まあ、今いないですけどね、幼稚園送ったんで、娘が何て言ったかもちょっと伝えようかなと思っております。でもまず僕が思った回答はフランキーですね。僕はフランキーを呼びたいですね。なぜならなんかお家を直してほしい、いろいろ、うん、まあ、改造も兼ねてリフォームも兼ねて、はい、それでフランキーかなと、はい、いう感じかな、うん、いやみんな呼びたいですよ、うん、楽しそうだし、産地呼んでね、一流の、食事を料理をねやってほしいっていうのもなんかいろいろあるし、なんかそう考えると僕ってその夢のない現実的な回答なんだなってこうしみじみ思っちゃいますけど、やっぱフランキーが一番かなと、まあ、お金用意しなきゃいけないですけどね、なんかタダでやってもらう前提で話しちゃってますけど、はい、娘がですね今日なんて言ったかというと、ビッグマムって言ったんですよ。ビッグマム、ビッグマムかって、なんでって聞いたら、自分のおもちゃたちに魂を入れてほしいって言って、したらいっぱいおもちゃと喋れるし遊べるでしょうって、あ、なるほどねと、あ、そういう発想か、まあ、ビッグマムか、したらまあそれを聞いてた妻が一言、ビッグマム来たらお家壊れちゃうよってそういうこと言うなっつう。そんな感じでした、はい、前はなんかね、まあ、ルフィとか好きだし、まあ、あとナミとかロビとかオンだけ好きなんで、あとまあチョッパーも可愛いから好きなんですけど、そういうの言ってたと思うんですけどね、うん、でも悪魔の実を食べるとしたらっていうのもなんか言ってきて前に、その時は娘はゴムゴムの実って言ってましたね、うん、やっぱルフィに憧れを持ってるのか、父ちゃんは、まあ、父ちゃんはね、あの前に映像でも喋ってますけど、変わらず糸糸ですね、糸糸、これで人間を操れるんだぞ、いろんな人を操れるんだよ、父ちゃんそれがやりたいんだよと言ったら、娘が一言、手の動きで分かるよ操ってるって言われましたね。あ、そっか、こんな感じでございました。はい、平和的な映像でございます。見てくれてありがとう。さよなら。